することは、今セブンにいるんですけども、 MUP カレッジのねスパルタキャンプって事業計画書を作って全員が作れるようになるっていうのが目的でね、もうそれが今さっき終わったところなんですけども、今日お話しすることはそこでね一番学生から質問を受けた投資についてお話ししていきたいと思います。一言で日本で投資って語るやつとか日本で投資をするやつってのはマジバカですということですね。投資って一概に言ってもめっちゃいろんなことがあるんですよ。確かにね、あの株式投資とか FX 投資とか、まあ、これって株式の投資 FX っていうのは分からないじゃない、誰も。でもこの分からない人たちが、ね、上がるか下がるか分かんないから、その分からない人たちが頼るこのところっていうのが、これが投資信託で呼ばれるやつじゃないですか。でその日本で投資信託で老後が心配だからとかね、年金がちょっと出にくいからとかね、だから今投資信託にお金預けて、資産運用しようみたいなね、なんか風潮が日本で広がってんだけど、もうあれ見ててこいつら全員バカだって思うわけですよ。なんでそれ思うかっていうと、フィリピンでバナナを買ったらめっちゃ安いんですよ。で日本で買ったらフィリピン産のバナナも300、400円ぐらいになるわけですよね。でそういうふうに国によっては安いけど国によっては高いもの絶対にあるんですね。投資も同じなんですよ。例えばですよ皆さん、この水があるとしましょう。この水が砂漠で売ってました、1本だけです。でその水って1億円ぐらいになるかもしれないですよね。砂漠で1本だけしかない。でも砂漠にコンビニが100個できました、そうして水がバーッと売られましたって言ったら水の価格って100円になりますよね。だこういう風に需要と供給でその価格が下がったりっていう風な変動があるわけですよ。これも投資も全く一緒なんですよ。日本の投資信託もうこれを信じるやつはバカだと。もう株式とはね FX やりたいやつは勝手にやってて負けるか勝つかも分かんないよね。もう勝手にやってればいいんだけども、そうじゃなくて投資信託とかねそういうものを日本でやるのはマジでバカなんですよ。例えばね、販売手数料だけで 3. 何パーセント取られるわけですね。今ちょっと下がっても 1. 何パーセントとかね。で、あとはその信託報酬で 1. まあこれも 5% ぐらい取られるんじゃないのって考えると、もう投資した時点で 5% 減ってるわけですよ。で、これなんでかっていうと、これ面白くて、日本って投資をしない国なんですよ。投資規模がめちゃめちゃちっちゃいんですよ、実は。だからあのさっき言った砂漠の話みたいにファンドっていうの投資信託の数が少ないから、水が少ない、水を売ってる店が少ないから価格が上がってる。でもアメリカとか見ると日本の22倍ぐらいねファンドのお菓子のお金があるわけなんですけども、で考えるともう投資ファンドがめちゃめちゃあって、でその投資ファンドがみんな投資をする投資タイプだから、もう報酬手数料がめっちゃ下がってるんですよ。水を売ってるコンビニが多いから水の価格が下がってるわけですね。で実際にそのファンドで平均的な運用率ですね見るとアメリカだと 5% ぐらい、だって信託手数料とか 0.数%、販売手数料も 0. 何パーセントとか、だからその時点でもう儲かるんだよね。必ずとは言えないけども下がるときもあるけども、ただ平均で過去平均で見るとアメリカの投資信託の運用益ってだいたい収益率で 5.2% ぐらいです。で日本はっていうとだいたいマイナス 0.11% なんですよね。もうね、日本で投資信託のお金を入れてる時点でお前ら何やってんのという話なんですよね。じゃあね、どういうところで投資をやらないといけないかっていうと、当たり前にさっきのフィリピンの話のように日本ではなくて投資がやりやすい国、安い国です。で、やった方がいいわけですよ。で、プロインベスターっていうね、PI って呼ばれる、まあ、どこの国にもあると思うんだけど、投資の商材が、まあ、人々って借り切られてるじゃないですか。でももっと広い、その資産を多く持ってる人はもっと広い投資の商材ができるわけですよ。例えばちょっとリスクを取った投資とかっていうのもできたりとか、まあ、いろんな種類が本当にできるわけですね。だからお金持ちっていうのはそのもっとお金持ちになりやすいですね、こういう枠が広がるとか。でそのプロインベスターに皆さんになれって多分なれるって人はいないんですよね。例えば機関投資家って大体日本だと10億円ぐらい必要なので、まあ、香港でも何億円かな。で俺香港とシンガポールの PI なんだけども、実際に大体運用益っていうと 5% ぐらい、まあ俺実際システム開発会社とかマーケティング会社いろんな会社経営してるんだけども、それでも全世界のそのグループで一番収益上げてるのがこの投資なんですよ、シンガポールと香港にある投資ファンドなんですよ。でその投資ファンドで、実際に世界中でやってるとやっぱ日本でやるよりは全然大きいです。だいたい今 6% ぐらいでだいたい回してるんだけども、だから1億円入れれば1億600万円になって次の年で、次の年また1億600万円がくくりになっててずーっと増えていくわけね。この日本の保険なんてやばいからね皆さん、生命保険、日本で生命保険あるのめっちゃバカですから、もう生命保険なんて絶対入らない方がいいです。ごめんねこれ生命保険のね営業さん、ごめんね。ただ自分も分かってるでしょ。だってさ、日本の生命保険なんて35年でね投資した金額がやっと返ってくるみたいな、
バカみたいなこと言ってるじゃないですか。でも香港とかだと7年間で投資した金額が返ってきて11年ぐらいで2倍になってるわけですよ。20年ぐらいで3倍になって、30年ぐらいでもう本当に4倍ぐらいになってるわけですよ。こういう風に全然違うでしょ。4倍違うんだよ皆さん。30年でやっと元が取れて、香港だと30年で4倍になる、普通にありますから。だから本当に投資って言って、日本で私は投資家ですみたいな、マジ信じない。本当に日本居住者の投資家マジでバカだと思う。それでなんか情報商材とかやってるのは全員おかしいです。全員おかしい、もう信じないっていうのが俺の一個アドバイスで。ただじゃあどうすりゃいいのとね。それでも投資をやった方がいい。だって年金が出ないね。年金が出ないんだったら自分の資産を増やすしかないじゃない。じゃあどこでやるかっていうのが投資は重要なんですね。だからどこでやるかが分かんない場合は、ぜひ海外移住を、海外居住者になって投資をするっていうのが俺は一番おすすめなわけですね。はい。で、株式投資とかの話をしてるんじゃないからね。株式投資とか FX とかすごいリスクがあるから、だから投資信託に任せるわけじゃないですか。ただ投資信託に任せるっていうのはすごい危ないよということを、今忠告しておきますと。皆さんね、いろんなね、海外に行くとその投資の幅がめっちゃ広がるんですよ。プロインベスターにならなくてももっと広がるんですよ、その投資大国。香港なんて行くと本当にいろんな投資商材があって、クソみたいにめっちゃあるわけですね。で、この投資で例えばね、ここの環境に触れるとその投資の世界の価値観が変わるんですよね。で、投資って聞くとなんかみんなね、嫌なイメージとかね、ちょっと怖いなみたいな、それを持ってる日本人だけです。皆さんの全てのものっていうのは投資で成り立ってるわけですよ。もう本当この世の全て投資ですよ。例えば工事現場の鉄パイプ、あんなの投資商材ですよ。鉄パイプ1本だったら減価償却にならずに転送能力するからとかね。あとは弁護士、アメリカのいい例教えてあげましょうか。アメリカってさ、訴訟大国って言われてるじゃないですか。でも訴えるって言われてますけども、訴訟大国じゃないなくて投資大国なんですよ。何かっていうと、例えばさ、皆さんがね、お薬をファイザーからお薬を受けたらなんか副作用が出て手足が動かなくなったって言ったら皆さん訴訟したいですよね、ファイザーのこと。でもファイザーを相手に訴訟なんてできるわけないじゃないですか、大きい会社だから。だからお金がないと。だからほとんどの日本でそういうのってほとんどの日本人諦めちゃう。でもアメリカだと訴訟用のファンドがあるわけですよ。で、そういういい案件をなんかネズミラットみたいなね、ネズミみたいなちょっと匂いを嗅ぎ分けて、あ、こいつの訴訟案件、訴訟したら絶対勝てるよねって言うと俺に投資をしてくれるんですよ。で、俺に投資をして、俺はそのお金を使ってファイザーを訴訟するんですよ。で、勝訴したら、実際にここから、慰謝料で何なの出るわけですよ。そこからまたファンドに、返す。で、そのファンドの先にはまた投資家がいるから、その投資家に配当を与えるみたいな、こういうものがいっぱいあるわけですよ。で、日本でも最近ね、ちょっとずつ増えてきた。で、みんなの投資マインドが分かってるんで、例えば今 YouTube ファンドってします、ね、YouTube の訴訟ファンド同じようなものなんだけども、橋本知事とかいるじゃないですか。橋本知事ってなんか Twitter で自分の悪口をシェアした人を訴えたんですよ。そしたら勝ったんですよ。で、そこからガーッと広がって、何を弁護士たちがやってるかっていうと、 YouTube とかに悪いコメントとか Twitter とかに悪いねものを書かれてたりするじゃないですか。まあ俺もあります。俺あんまり気にしないからそういうのあんま興味ないんだけど、悪いことを書かれたらその YouTuber のコメントとかを YouTuber に連絡を取るんですよ、弁護士が。で、この人たち訴訟したら何億円ぐらい儲かりますよって言うんですよね。だいたい1件少額訴訟だ50万円ぐらい返ってくるわけですよ。だからその訴訟権利を全部上げちゃうんですよ。なんか訴訟代行な何とかみたいなサインするだけでいいらしいんですよ。もうサインして弁護士に渡して、弁護士が訴訟して、で勝ったら半分みたいなね。それもファンドが、全部管理してたりとか。だって弁護士だとお金ないから、だから自分で仕事を探しに行かないといけなかったんですよ。昔みたいにね、待ってりゃ来るみたいな時代じゃなくて、自分から仕事を探しに行く。だから過払い金のさ請求とか CM めっちゃやってるじゃないですか。そういうことなんでね、どんどんこの投資が日本でも上がってるけど、それでもね、まだやっぱり日本っていうのは選択肢が狭い。で、選択肢が狭いからこそみんなの知識が低いからこそ騙されやすい。投資信託に任せりゃ年金も心配しなくていい、老後心配しなくていい、お前の金減ってんねんっていう話なんですよ。だからまずは日本で株とかの話じゃなくて、このインデックス投資じゃなくて投資ファンドに、投資信託に預けるのはまずバカですよと。100% っていうのに言えないけど、投資だから。ただ過去を見てるとマイナスになってますよ、マイナス 0.1% ぐらいですよっていうことをまず一つ皆さん覚えておきます。で、二つ目に、バナナが安い国があるように投資が効率的に回せるのはやっぱり日本人だと香港とかシンガポール。これがなぜかというとキャピタルゲインで、投資から得たお金に対して税金がかかるんですよ。だから日本だと 20% とか 20.7% ぐらいとか、それがかかるんですけども、二つ目、投資をやりやすいっていうのが
あるわけでしょっていうのが2つ目と。で3つ目、世の中は全て投資で成り立ってるんですよ。だから投資家がずっと成功してるんですね。だからまあ事業をやりつつお金をね自分で挑戦して、挑戦すると皆さんがサラリーマンで働いてるよりも10倍20倍ポンポン入ってくるわけですよ。でそれをペラーリとかね、なんか意味のわかんないもので使うんじゃなくて、まずは投資にやってくださいと。でも投資やるっていうのも日本でやっちゃいけないですよ。まずは世界に出て、世界で投資の効率的ないい国で居住者になって、そこでやるのが一番いいですよっていう、皆さんへのアドバイスです。今回はですね、はい、皆さん投資、うん、ね、なんかいろんな国で騒がれてるじゃないですか、はい、なんか老後に何千万必要だ、投資をしろ、うん、投資をしろみたいなこと言ってるんですけれども、うん、その投資を教える、例えばですよ、情報商材のスクール、例えば一括で何十万円とかさ、はいはいはい、あとトレードのなんかシステムとかね、うん、それいろんな人が言うんですけども、分かるわけないんですよ。本当に分からん。そう、さあ投資っていうのは皆さん他人から学ぶものではなく、はい、まあ、もちろんね、他人から学ぶっていうのは基本的なものはいいけれども、うん、なんか楽して、投資はなんか楽だみたいなことを、ちょっとごめんね、枕が落ちそうだった。そう、時間稼ぐ上手くなったな。なんかやるか俺も。まあそういうね、はい、基本的なものはいいけども、その他人任せにすることっていうのは絶対的にダメですよ、うん、ということで、うん、実際にじゃあ僕自身がどういうふうなものを基準にして投資をしてるんだとかね、はいはい、そういうところを今回共有できたらいいかなと。参考がてらに。参考がてらね、はい、大前提で僕は、うん、金融投資、例えば株式だったり FX だったりっていうのは、はいはい、今現段階では普通の一般人の方がやるべきではないと正直思ってます。なるほど、はい、なぜかっていうと、そんなね、まあ、例えば年利 3% とかさ、うん、なんか 10% とか歌うところもあるんだけど、はいはいはい、それはさ、その投資っていうのは儲かるのは1割とかさ言われてる世界なんで、うん、儲かる人もいるけれども、はいはい、損する人がほとんどなのね。だから、そうだから結局は、うん、その自分への投資をまずやらないといけないよね、はい、自己投資ですね、はいはい、その金融投資の前に、うん、自己投資をして、そこでスキルであったりとか、あとはそのスキルを生かしてちっちゃいビジネスをやっぱりやってみる、うん、自分で事業をやるとお金の流れであったりとか、はいはいはい、利益の残り方だったりとか、財務商品の読み方、うん、これ嫌でもやっていかないといけないので学べるわけですよ、うん、はい、でごめん、時間稼ぎ、ほんとほんと稼いでないですよ皆さん。で投資って、そこから最終的に、はい、まあ余ったお金、うん、無理してカツカツにならずに余ったお金で投資するっていうのが俺は一番いい流れかなというふうに思いますと。自己投資じゃん。そうですね、はいはい、まずは自己投資ですね、うん、まあ、この動画を見てるのも一つの自己投資だと思うんですけども、うん、まずはですね、この企業のマネーリソースを僕はしっかりと把握すること、うん、マネーリソース、金融投資をする上で、はいはいはい、例えば、うん、株式投資なんていうと、例えば内部留保のね、うん、資産内容を見たりとかね、あとは BPS とかね、そういうそのチャ BPSBBS でな、一株あたりの純資産っていうんだけども、韓国のやつかと思った。違う ETS か。うるせえな、時間稼ぎ大丈夫。ナイス、時間稼ぎ。それ時間稼ぎって言うとまたさ、ね、ごめんごめん、うるさいから、はい、BPS ね。そうで、チャートを見てとかね、もちろん基本的には重要ですよ皆さん、はいはいはい、これは重要です、うん、重要ですけども、じゃあ例えばですよ、オリエンタルランドってあるじゃないですか、はいはいはい、オリエンタルラジオじゃなくてオリエンタルランドさん。なるほどね、うん、はいはい、じゃあ例えばオリエンタルランドって何をやってる会社ですか。まあ、テーマパークです。そうそう、ディズニーランド。そう、ね、じゃあディズニーランドを、うん、じゃあ今投資するべきか、今後伸びそうかとかさ、うん、そういうのを見るときにね、まあ内部留保とかさ、はいはいはい、来場者数とか、まあね、みんなそういうところを見るじゃないですか。例えばニュースでさ、はいはい、来場者数が右肩上がりですみたいなのある。もちろんいいよ、確かにそれ入れたもちろんいいよ、ね、プラスの思考だけども、うん、まずそのマネーリソースの前の、はいはい、そのブランドリソース、ここが既存されたら、もうこのマネーリソースもなくなるよねっていうブランドリソース。ここは何なんだっていう話。例えばの話ね。例えばディズニーランドだったら、なんで俺らディズニーランドに行くんだっけ？まあ、あれだな。キャラクター、映画とか。そう！そういうこと。そういうことや。ね、皆さんそうだよね。ディズニーを俺らが知ったきっかけっていうのは映画だよね。皆さん、うん、ドラマであったり、まあドラマないが映画だよね、はいはい。そういう映画がやっぱりそのブランドリソースなわけですよ。まあまあそうだな。そう。うん、それがなければ、結局はディズニーランドすらも行かないわけ。そうか、分かるよね、はいはい、ってことは映画がヒットしてるかとか、そういう二次的なところまで見ないと、そっちを見るんだ。そうそう、そこもそこも見る、そっちをじゃなくて、うん、そこも見 る,、はい、見る。そうだから、そんなディズニーの映画がね、うん、ヒットしなければどんどん来場者数になって減っていくわけで、行きたくないもんね。そうそう、だから、うん、
あの映画のヒットだってオリエンタルラジオ の投資資本にしっかりと入れるべきだと思うんだよね、俺はしっかりね。なるほど。で例えばみずほ銀行だってみずほ銀行の株価っていうのはソフトバンク、ね、うん、でソフトバンクの株価っていうのはじゃあアリババだったりとかさ、うん、その海外の企業だったりも関係するわけだよね、はいはいはい、そういうものをじゃあみずほに入れるって言ってみずほのチャートだけとかさ、みずほのなんか内部留保だけとか見ててもこれは意味ないじゃんって話、はいはい、側も見なきゃ、そうそう、やっぱりいろんなところと連動してるわけなんだから、うん、なんかそこら辺をしっかり見て関連情報もしっかりと把握しないと絶対的に失敗しますよ。そういうつながりを学ぶためにはまずは自己投資が必要だよねっていう話を、はいはいはい、うん、見れるようにと、そう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 、はいはい、なのでまずはね地に足をついてあの財務省を見れるようになったりとか、あとは企業の、ね、内部分析をできるようになったりとか、はいはいはい、そういうことができて初めて金融投資に行くべきだと俺は思いますということですね。なんか S&P にねあの入れとけば、はい、あのずっと右肩 S&P だからアメリカの、ね、上場株で、はいはい、入れたけば右肩上がりになるとか言うんだけれども、うん、それはさ過去を言ってたらそうだけど、未来っていうのはこの物価次第に、うん、予想できないわけじゃない、分かんないもんね、そう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 、っていうことをちょっと皆さんに今回共有したいと。なるほど。二次的なものもしっかり見ろ、ブランドリソースを見よう、学べるよ。確かに1点しか見てなかったら多分俺も、そうでしょ、やるってなったオリエンタルランド、じゃあこれどうかな株価、そうそうそう、チャートみたいな、それじゃないと思う、ね、うん、なるほど、そう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 、そういうのをしっかり見ていきましょうという話でした、うん、はい、投資投資、あ、投資って聞くともう詐欺だとね、あなたの名前の通り、まあまあまあ、感じが違うから詐欺だ、ラグラグだと嫌と思います。それは違うね、れ違う、これはね俺もともとサンフランシスコで、はい、あの駐在員だった時があるでしょ、うん、そのサンフランシスコでリッツファンドっていうあの投資会社の、まあ、講義とかに出ないといけないわけですよ、うん、研修としてね、で講義とかに出た時に、まあ、有名な投資を説明する時に使われるセミナーを受けてみたので、うん、皆さんにあのおすすめしたいと思います、はいはい、でこれ普通に企業セミナーだから、うん、あの普通にリクルートとか、まあ、そういう大きい会社が支払ってあのやってくれるセミナーのね、うん、一番冒頭に入るこのゲームなんだよね、投資を説明するゲーム、めちゃめちゃ面白い、頭が良くなるよ、ね、はい、それを、みんなでも投資ってどういうものなんだっていうのが絶対に分かる、あのゲームを、そうそうそう、もうおばあちゃんでも分かるから、出たんです、いやだっておばあちゃんで分かるよ、俺がそうだったんだもん、もともと、そう、だからあなたって投資したことある？いやだからない、ジャグラー、ないでしょ、ジャグラーだけ、ジャグラーは投資じゃないんだけど、ね、違う、あれ、はい、投資の気持ちにならねえんだけど、違う、違う、違うよ、あの本物の投資じゃ教えてもらえる、そう、本物の投資をですね、うん、でも投資を説明するのに使うのは今日カードです、カードゲームね、であとコインです、うん、めちゃめちゃ楽、これでできるの、そう、これで説明してみます。でこれがですね皆さん、うん、トランプがマーケットです、よく株式でもマーケットっていうね、うん、不動産価格ね、うん、マーケットプライスっていうね、不動産の価格ね、うん、市場価値ってね、はいはいはい、これがマーケットです、うん、でこれが今日あなたに4つのコインをあげましょう、4つね、4つのコイン、うん、このコインがこれいくらにします、1枚え、どうしよう、いくらでもいい、100万円ぐらいにします、100万円いいの、うん、いいよ、やった、いいよいいよ、もし買ったら本当に俺が現金をあげる、マジで、うん、400万、これ皆さん400万ね、皆さん届けますからね、400万もうやめようかじゃ、これ普通何百万払って受けるセミナーの内容だよ、こんなふざけたようにしてるとね、400万ここにあげます、たはい、400万ね、そうです、じゃあゲームの説明をしていきますか、はい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 、このトランプね、あのトランプで1から10、うん、だから数字だけのやつね、トランプって11から13は絵札でしょ、じゃなくて数字のやつ、うん、1から10はもし出たら俺にください、それかけた分いくらかけようがいいです、うん、一気に4枚かけようが1枚ずつかけようがいいです、うん、で、もしかけて、出なかったら1から10が出たら、うん、なし、なしね、没収、マーケットで負けた、はいはいはい、でもし絵札11、12、13が出たら2倍になる、11は2倍、ジョーカーはなし、11は2倍、12は3倍、はい、で13は4倍、4倍、だこれが1600万になる、マジこんな、もう毎回やってよこういうの、全然いい、全然これでめちゃめちゃいいでしょ、だから手元の資金は400万、ね、めちゃめちゃいい賭けだと思います、ね、はい、でめちゃめちゃ簡単です、確率的にはちょっと低いのか、確率的にはまあちょっと低いぐらいですね、はいはいはい、まあ、でもこれを1枚、めちゃめちゃ簡単ね、うん、1枚選んでそれが絵札だったらでしょ、その数倍だよ、数字だけの1から10だったらなし、うん、これが投資なの、ぜひですねみんなに、うん、あの相談して引けば、相談、うん、相談もして、あ、そうか、掛け金も最初、そうそうそう、いくら刻んでもいいの、うん、いいよいいよ、何でもいい、じゃあいくら最初出します、様子見
様子見で行きます？様子見で？いやでもここで引いといたらでかいんですよ。だってこれ2位いきますか。200万いっといて200万、ね、で負けてもこれが出るだけだから勝ってれば、はい、OK、じゃあ200万円です。はいはい、めっちゃ手汗かいてる。いいですか、200万だからね。200万います。いや俺もうだって動画の前でさ言ってるわけだから本当の現金になるからね。じゃあ、はい、どうぞどうぞ。どうしよう。はい、いい、お願いします。いくらか。200万に5万。うわあああそりゃそうだ、はい、これは没収になるわな。あ、はい、今え、これ俺が背負うとかないよね。違う。あなたの投資はマーケットで消え去りました。でもこれは株式とかでよくある話よね、うん、社債だったりさ、国債だったりとかさ、それがパーになってデフォルトになる、だからなくなったって話よね。はい、2回戦目いきます。いくら。いやでもこれ100ずつ、いや100ずつって言うのちょっと。もうそうね、尺もないからね、尺もないから、ね、もう一回200でいきますわ。いや、次は来る、絶対に。はい、いいよ、いつも引いて。いや、もうね、俺多分これだわ。ちょっと選んだりしたけど、この一番端の自分で開いたらいいね、ここあのカメラに。じゃあ、いきますよ。これで、うわまた5回来るよ。はい、この引きはいいのかよ。破産だよね。もう投資が全部破産したい。なんで、ね、でも今のゲームの中で何を伝えたかったの、はい、これ3つあるのよ。はい、これ何かっていうと、まずこれ見て、中え、これエグダがおい、やったなお前、ポッキーにやった。違う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 、違う違反だよ。違う、違反じゃない、違反じゃない、なんで詐欺師のやり口。でもそれってさ、下調べしてりゃよかったじゃん、このカードを。こういう男なんすよ。違う違う、でも下調べをしないのよ。いやまあしてないな。だから全員ギャンブルみたいになってる感覚で投資をやっていて、でも投資っていうのは下調べをどんだけするか。今のだってね、下調べをしてやればよかった、そしたら絶対に負けなかった。まあ絶対にということはないけども。いやでもこれ、ね、あるよね。でもこういうことは起こんなかった。もしかしたら1枚は当たってたかもしれない、2枚も当たってた、当たってたかもしれない。まあまあまあ、でもこの下調べをしないと 100% 負ける。確かにないんでしょ、だって。わかる。そう、ないないんだから負けない。で次2つ目、あなたのやった間違い2つ目、はい、人に聞いたこと。あ、人に聞いて何かこれで勝った、勝てた、勝てないんだよね。人に聞けば聞くほど投資っていうのは失敗するの。何かっていうと、いろんな、ね、投資の人がね、なんかファイナンシャルプランナーとかが、うん、あなたのこの投資をしたらいいよとかね、これがいいよとか、いろんなことを、ね、銀行員とか言ってくるんだけども、うん、全く意味がない。何かっていうと、それ、あの人、その人たちのお金じゃなくて、それはあなたのお金だから、まあ、人が、ね、亡くなろうが知ったことじゃねえという話なの、うん、これが一番投資で、重要なことなの。自分でまずは下調べをして、で人の意見を聞かない。はいはいはい、わかる。で最後 Why、Y を考えてなかった。あ、なんで、なんで2枚かけたの、なんでこのカードにしたの、なぜか Y なんですよ。この投資で一番重要なのっていうのは、なぜこの株を買うのか、はいはい、なぜこの企業の国債を買うのか、なぜこの保険を買った方がいいのか、うん、これが明確に人の意見じゃなくて明確に自分の意見で一つ線を語れること、これが投資で一番重要なんです。投資っていろいろあって知るかわかんないんですけど、何が一番大事なんですか、うん、なんかまあ確かにいろいろあるじゃないですか、うん、一番大事なのは最高の話って、うん、もう出てみたいなんですけど、うん、サイコロ、例えばね、うん、サイコロの偶数と奇数が出る確率って、じゃあ偶数が出る確率って何パーセントですか。 50%で、ね、じゃあ例えば、ね、10回振ろうっていうサイコロで9回サイコロで全部奇数が出ました、うん、じゃあ10回目に偶数が出る確率は 50%。 そうや、危なかった。みんな例えばよ、ソフトバンクの株価が8000円から一気に6000円に暴落しましたって言って、あ、やべえ、この2000円下がったって、この2000円を基準に売るか売らないかを決めたりする、うん、でも一番大事なのって6000円、今現時点の6000円の価値があるかないかで売る売らないを決めないといけない。みんな何、俺が言いたいことは感情に流されちゃいけない、うん、別名言うと3コストってあるじゃないですか、うん、
じゃあ例えばあなた大学3年間通いました、ね、でも通う意味が分かんない3年目にって言って、もう3年間通ったから残り1年頑張ろうって言って1年頑張ります。でもこの1年何もなめません。じゃあこの1年3年間っていう沈んだコストを考えてこの1年を頑張ってても、でも実質的にこの1年で働いてた方がいいキャリアを積めるとか、いろんな、ものがあるんだけども、投資も全く一緒で、過去こんだけ頑張った、こんだけ利益出した、だから今はどうなんだみたいな、よくねファイナンシャルプランナーとかその投資信託みんな言ってくるね、こういう上がり率になってます、それ関係ない、関係がない。そう、今現時点で自分で評価をして、この企業に投資するべきか、この事業に投資するべきかっていうのを見える目っていうのを持つべきだと思ってる。そう、だから S&P はこんなに過去伸びてますよみたいなグラフよく見るじゃないですか、でっていう感じ。でもコロナ一気に下がってるじゃん。そう、なんか分からない、分からない。だからリスクを取るって、投資は一番大事なのはやり方です。やり方とメンタルの維持、メンタル、そう、メンタル維持。確かに今ちょっとさっき言ってたじゃないですか、1000万下がった、うん、でも1000万下がったとかいつも上がるかもしれないです。分からないの、俺叫ぶよ、ね、下がらない、ここからちょっと飛び降りる、下がらない、下がらそういうことで、メンタル大事なんだな。そうそうそう、本当に大事だ。メンタルとやり方、やり方っていうのは分散、一番分散が大事。数字で読めない人だね。数字読めないとダメ。数字っていうよりもやっぱり自分で、例えば株式投資であればしっかりと自分で経営をしてみる経験っていうのが一番重要かなと思って、うんうんうん、経営をすると、例えばこんだけ経費がかかってます、うん、こんだけ利益、売上でこんだけ経費がかかってこんだけ利益が残りました、みんなこれしか見ないんだけど、実際に見るべきなのは固定、この経費の内訳で固定費なのか変動費なのか、で固定費が多いのであれば、じゃあこれ売上バーンって下がったら家賃が下がるわけじゃないよね、人件も下がらないよね、ってことは赤字になるよね。でも変動費が多いのであれば、売上バーン下がっても変動費が下がるだけだから、実際的には利益が残り続けるよね、こういうふうな見える目だったりとか、働くこと言うよね、そういう経営のその体験みたいなのが一番重要だと思うんですけど、決算書を見たことね、だから決算書経営者なら決算書読まないと納税するんだから言えなくなるから、Do you find it hard to keep learning? What about if it was as easy as watching Netflix? URU is the best online business school in Japan. We employ professionals in each field of study to provide you with skills you can start using tomorrow. We look forward to meeting you all. See you in the class!